とっけうまい。はい、今日は掛川サーキットに来ております。いらっしゃいませ。TRF の河野さんに今日走らせたね、マシンの紹介をお願いしたいと思います。はい、まず、はい、フォーミュラ E の、フォーミュラ E から TC01 の、はい、河野さんのはオプション入ってる仕様ですね。そうですね、ちゃんと部品がね、付くのかっていう確認も込みで、はい、やらなきゃいけない。販売予定のオプションがもうすでにあらかじめ組んであると、お見せできる範囲でね、はい、決定してるのはこのロッカーアーム。そうですね、まずロッカーアームが、一番目立つところで、ついてますね。これはあの寸法とかは変わらずに、ただ樹脂がアルミになったっていうので、はいはいはい、まあ、見た目もね、ここ目立つので、まあそうですね、ブルーでね、はい、必要なものなのかなと思います。であと、この車についてないんですけど、一応同時発売でスタビライザーと、あ、はいはい、はい、あ、ついてないけど予定には入ってる。そうですね、あとチタンビスですかね。あ、はい、はい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 、あと、これ今ちょっとカバーしちゃってるのでちょっと見えにくいんですけど、このセンターシャフトがあのユニバーサルタイプ、あ、が同時発売、6部分じゃなくて、はい、繋がってるタイプです。そうですね、はい、あとは、これは TRF ダンパー、これはね、TRF ビッグボアダンパー、ビッグボアダンパー、はい、こうとりあえずこうつくのかなっていう確認も込みでちゃんとつけて、はいはい、問題なくて、あとはこのサスブロックですかね。そうですね、サスブロックは、2種類まずアルミでオプションとして用意してるんですけども、これちょっとね見づらいかな。あ、でも A と B が見えますね。見えます、はい、これは OP1787 かな、オフセットしてる方の、はいはいはい、サスマウントセットを前後とも低い方向で、これは要するに下がって、サスピンが下がってるってことですね。そうですね、ロールセンサーを下げられるアイテムを、はい、前後とも、前後とも下げたのが河野君的には調子が良かったおすすめですね。路面にね、左右されないです。これは、中立のノーマルとこのオフセットするのが2パターン打ってる。2パターンありますね。で、まあ、今回は一番下げたのが調子良かったと。あとは、あ、ダブルカルダンね。ダブルカルダンが42ミリのね、はい、ボーンと合わせて、はい、使って、前後42とか39が適度。そうですね、プロスイングシャフトプロテクターですね、白いまあ成形品とか黒い、ユニバーサルの保護するキャップを使うであれば39ミリの、6ボーンを使ってもらいたい。ちょっと長いのつけるとちょっと内側つっかえちゃうんですね。そうですね、ちょっとね、笹の長さの関係で39がいいと思います。はい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 、でそれじゃない方は42でお願いしたいなと。まあ、あとはたまに青いボールが使ってある。そうですね、うん、青いボールを使ったりとかしていて、あとは、まあ、特徴であるこのバネ、俗に言うこの金バネと呼ばれている、金バネ、前後金バネ、はい、前後金バネ、これが良かったですね。あ、この掛川サーキットでは調子良かったっていうのこのバネね、うん、で例えばもうちょっと車高を高くしないといけなくて、リバウンドもちょっと取らなきゃいけない、不安定な路面であると思うんですけど、そういう時は XV01 のスプリングセットが良かったですね。ああ、はい、はいはい、あの重量長いんでストロークに対してちゃんとついてきてくれる、割と柔らかめのバネですよね。柔らかめのバネがこの車に合いましたね。リアドコントロール、ああリアドコントロール、タンバックルが一応タンバクル化してますけど、はい、一応ね、これ、L 強化アジャスターの L タイプと32ミリの、あ、はい、タンバクル、タンバクル、はい、タンバクルを使って、ちなみにこれ、バンプステアはどんな感じなんですか？今、このキットの設定もそうなんですけど、この車、まず、やってるのがインボード、内側の塔を、はい、サスピン側の、サスピン側を 0.5 度つけてるんですよ。リアはリアを、はい、でリアを広げて 0.5 度つけてます、はい、で外側も、まあ、タンバックルで、ね、調整できるので、はい、調整してファイナルの塔っていうのが今 3.5 度、あ、 3.5 度、はい、結構ついてるね。結構ついてます。でそこから沈んで4度
バンプインでさらに増えるという、はい、あ、じゃあかなりバンプをつけてる設定なんですね、うん、結構つけてる。まあこれはもしかするとボディの特性もダウンホースとかその辺も含めてってことで、はい、ボディが変われば正直ここは変えなきゃいけない。まあ、ツーリングの時はまた違う設定が出てくるだろうと、はい、まあでもさっき走ってるの見ましたけどかなりいい感じでしたね。そうですね。あとすごい静かでした。あ、本当ですか。なんかもう確かに自分で運転してるのって本当にシャフトなのかなって思いました。でも駆動系はね TB04 から来る、あー、まあ、使ってるんですけど、はいはいはい、いやちょっとこれかっこいいんで僕も注文したので、はい、ありがとうございます。出たら頑張って走らせますよ。まず頑張ってボディ作るとかね。結構大変そうだけど、まあかっこいいからね、割とそんなに壊れにくい。このバンパー相当頑丈なんで、ね、はい、ツーリングカーにも欲しいんじゃないかっていう。あ、まあね、本当初心者向けさんのことね、トレーニングバンパーとしては一番最強な形で、透明にするとサスペンションが動いてるところがね、これはね、自分でマスキングして切らなきゃいけないこういう塗り方、見せ方もあるよ。見せ方もありますよ。後ろがこういう感じ。あー、これね、大型ディフューザーがドーンディフューザーと、もうなんか低いところが吹き抜けますよみたいな感じがいいですね。この辺はね、このエアの抜け方がこの辺からそうそう、本当に実写に忠実、すごいかっこいいですね。かっこいいですね。いや、ちょっと発売が楽しみだね。そうですね、楽しみですね。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。出たら買いますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。あと5年ぐらい使ってるのに勝った。ガチで負けちゃいました。俺か。